ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第3回配信を撮っていきたいと思います。現在想定編をやっておりますが、前回ちょっと裏ぶれた宿屋に泊まった私でございましたが、さあお帰りなさいませお客人、フォルタン伯爵邸に入られますか。はい、とりあえずここに戻って報告せよとのことだったので戻ってまいりました。ちなみにですね、前回から今回の間にあと2箇所エーテライトが開けてなかったので、マーケットのそばとランディングのそばのやつですね、あの2箇所を開けてきました。さてはフォルタン伯爵に話をしていこう。いかがだったかな、コート、イシュガルドは。噂以上に壮麗な都でした。千年の歴史の重みを感じると同時に、火葬の被害を見て、ドラゴン族の脅威もまた肌で感じました。先日のドラゴン族の侵攻は、我らイシュガルドの貴族にとっても衝撃的であった。民衆に多くの犠牲が出たことは痛恨の極みと言えよう。ゆえに現在アイメリフ教の指揮のもと、各メーカーが連携してドラゴン族対策を進めているところだ。とはいえ人手不足が深刻でな、頭が痛いところだよ。我々に何かお手伝いできることはありませんか。助けていただいたご恩を少しでも返したいのです。アルフィノ殿、ジェリーフィッシュ殿、客人に働かせるような真似はしたくないが、イシュガルドがかつてない危機に直面していることも事実。ここは一つ助力を頼んでもよいだろうか。もちろんです、閣下。アルフィノ殿には地をお借りしたい。貴殿は各国の情勢事情に詳しく、独自のパイプを持つと聞く。各種物資の調達先を確保するため仲介役を頼みたい。ジェリーフィッシュ殿には力をお借りしたい。我が長男アルトアレールと次男のエマネラン、この二人が抱えている任務に助力してもらいたいのだ。何ですと。父上、差し出がましいことを申すようですが、我が任務は私一人の力で十分に果たせます。わざわざ客人の手を煩わせずとも。おいおい兄貴、勝手に助っ人を断らないでくれよ。噂の英雄が助けてくれるなんてうまい話じゃないか。二人ともジェリーフィッシュ殿に失礼であろう。それに助力を頼むのはお前たち二人に楽をさせるためではないのだ。敵国の首相ガイウス・バン・バエサルを退けた上、あまたの蛮神を倒してきた英雄を間近に見て、おのおのが武人としての姿勢を学ぶがいい。息子たちの無礼を許してほしい。改めて二人に手を貸してもらいたいのだが、受けてもらえるだろうか。いいでしょう。助かるぞ。どうか愚息たちの手本となってやってほしい。アルトアレルさんはちょっと渋い顔をしてましたね。なかなかタイプの違うご兄弟ですね。さてではアルフィノさんと話をしていこうか。フォルタン伯爵からの依頼、お互い全力を尽くそう。
伯爵が我々の申し出を受けられた背景にはきっと隠された真意があるはずだ。君も気づいているだろうが、イシュガルドの貴族たちは決して一枚岩ではない。表向きは協力関係にある四大メーカーさえ、裏では競い合いフォルタン家に対抗する勢力もある。そういったものの中には異邦人を嫌う者も多いだろう。彼らの口を黙らせるには我々に功績を上げさせるのが手っ取り早い。さすがは四大名家の当主、したたかな戦略家だよ。ならば私もその戦略にあやかろうと思う。伯爵からの依頼をこなしながらウリエンジェと連絡を取り、行方不明の仲間たちの捜索を進めるつもりだ。君はその間、フォルタン伯爵の二人の息子アルト・アレール殿卿とエマネラン卿を手伝ってほしい。ではまた後でね。お金かな。二人にクエストが出ておりますね。執事さん、カード対戦ができる。わかりました。ようこそいらっしゃいました。ご用がありましたら何なりとお申し出ください。この子はオノロワさん。あ、僕は一階の使用人にすぎませんので、あまりお気になさらないでください。はい。じゃあ弟くんの方ですね。エマネランくん。さあ、レベル50クエスト、雲上の騎兵団。フォルタン伯爵邸のエマネランは、冒険者に協力してもらう任務について説明したいようだ、ちゅ。噂の英雄が、しばらく俺の相棒ってわけか。ふふ、悪くないね。問題解決の糸口になりそうだ。おっと、自己紹介がまだだったな。俺の名はエマネラン。フォルタン家の次男だ。自慢じゃないが、うちはイシュガルドでも指折りの大貴族。その家督と財産は将来的に兄貴に受け継がれる。そう、問題ってのは俺が次男だってことさ。次男である俺様は功績を立てないと独立できない。それがイシュガルド貴族社会の習わしってやつでね。だが、小うるさい兄貴の居候になるなんて、まっぴらごめんだ。そこで、相棒の出番ってわけ。英雄の力ってやつで、とにかく、俺に手柄を立てさせてくれよ。なーに、悪いようにはしないからさ。俺に与えられた任務は、アバラシア雲海に出張っている、アインハルト家の支援だ。最近、落ち目の家だけど、まあ、うちとは古い付き合いでね。それに雲海の舞台を指揮してみるのはムフフフ、まあ会ってみてのお楽しみだ。じゃあ早速雲海のキャンプクラウドトップに行こうぜ。イシュガルドラーニングの搭乗窓口に声をかければひとっ飛びだからよ。お、受けましたね。あの子はついてくんだね。これは同時に受けれるのかな。じゃあアルト・アレルさんも話を聞いていこう。レベル50クエスト、鷹の巣。フォルタン伯爵邸のアルト・アレルは冒険者に協力してもらう任務について説明したいようだ、受注。では改めて自己紹介させてもらおう。我が名はアルト・アレール・ド・フォルタン。フォルタン家の長子にして誇り高きイシュガルドの騎士だ。先ほどは失礼した。己に与えられた任務は己の手で、そう考えたゆえの言葉でな。貴殿の実力はあの男オルシュファンから聞いている。ぜひともその力を貸してくれ。と言っても力を貸す相手は子肉さらしいデュランデル家とゼーメル家なのだがな。四大メーカーのうちデュランデル・ゼーメルの両家は、我がフォルタン家とは歴史的に対立してきた経緯がある。
ライバル関係にあると言えばいいだろうか。今回は教皇庁からの依頼で彼らが進めている事業の手伝いをすることになった。尺ではあるが、せいぜい貸しを作ってやるとしよう。さあ、イシュガルド仮想に向かうぞ。認知はクルザス西部コーチのファルコンネスト。チョコボ止めの厩務員に声をかけ、現地までの足を手に入れよう。とりあえずイシュガルの仮装から、じゃあお兄ちゃんの方から手伝おうかね。よし、じゃあイシュガルの仮装までワープですかね。さて、仮装に行くところだったんですけども、エフォルタン家を出てすぐ左にこう来たところにクエストが出ておりましたので、ちょっとこれを受けていきますかね。トリス・フェルさん、こんにちは。レベル50クエスト、4大名家巡り。これ名家なのか名家なのかなんかボイスがついてるところでは名家じゃなくて名家って言ってたんだけど、どっちなんだろうな。フォルター伯爵邸付近のトルス・フェルは誰に仕事を頼むか迷っているようだ。受注、なんと冒険者様が仕事を受けてくださると。申し訳ありませんが、お言葉に甘えさせていただきます。我が家を除く四大名家の家々を巡り、この晩餐会の招待状を届けてください。次回の晩餐会に各名家の皆様をお招きしたいのです。無論当主の方に直接お渡しすることは難しいでしょう。ですから、それぞれの家を守る門営に手渡し、正体の旨を伝えるだけで構いません。うん、ちょっととりあえずさっきのあの、あれ、フォルタン家はいいの？あ、フォルタン家からの正体っていい？あ、こっちがアインハルト家。バーテロットさん、いや、アインハルト家に何用だ？要件なら私が受けたまわろう。お手紙です。フォルタン家からの晩餐会の招待状か。懇意にしていただいているし、ありがたいお誘いであると思う。しかし、砦の防衛失敗や相次ぐ異端疑惑でアインハルト伯爵閣下は苦境に立っておられる。華やかな晩餐会に出席なさる心のゆとりがあるかは、いや、すまぬ、今の話は忘れてほしい。晩餐会の招待状は必ずや親方様に届けよう。あ、なんか結構心よく受け取ってくれましたね。まあ本人たちがちょっと大変だっていう状況ですね、この現状としては。他のうちはむむむどういく、いや、下からか。エーテライト行った方が早いね、これ。多分こういうクエストがないとね、誰んちがどこにあるとかね、全く分からないままだから、多分。ここかな？マーケットのそばの方は。これ全然違ったりして。おや？間違えてる。わあ、あ、門ってそういうことか。ああ、あ、さっきランディングが解放されました。なんか他のとこにも行けますみたいな言ってたのは、これか。ごめん。勘違いしてた。あれ？なんかめっちゃクエストあるんだけど。ちょっと待ってよ。まずこれ。要人向かい老人さん、こんにちは。イシュガルドの歴史、エーテライトプラザの新人向かい老人は話し相手を探しているようだ。はい、受注。外から来た冒険者かの？なら
この辺りにあるものは珍しいじゃろ。イシュガルドの歴史に関係深いものが多いからの。よければこの老いぼれの話し相手になってもらえんか。外から来た者にも知ってほしい話があるのじゃ。聖レネット広場で待っておるぞ。ほう、なぜか移動して話を聞く。立ち話もなんですからね。あっちもある。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。めっちゃ急にクエスト出たで。とりあえずおじいちゃん、おじいちゃん話を。この石像を見るがよい。これは聖レネット様の像でな。聖僧デューソーゲイブルクを手に活躍なさった女竜騎士様じゃ。恋人を殺したドラゴン族を追跡して追い詰め、見事復讐を成し遂げた英雄じゃよ。復讐の後は槍を置き修道女となったかな。戦いの道から離れた聖レネット様は貧しき者のために奉仕したんじゃ。そんなレネット様の偉業を称えて作られた凱旋門は、聖レネット様の聖品を貫いた生き様から聖品の凱旋門と呼ばれておるよ。イシュガルドは石細工が盛んでの、こうした偉人を石像として残すのが常なのじゃ。あちこちにそういったものが見えておるじゃろう。さて次の話でもするかの。聖バルロアイアン広場で待っておるぞ。うん、あそこに他のクエストもあるんだよね。だが一回置いとこうか。ディーブ貴公子、こっちは酔えない命のつもり。いろいろある。ちょっと待ってね。おかしい。なんか四代目家に届け物をする予定だったのに、ちょっと予定が変わってしまったな。さあおじいちゃん、次の話をお聞かせくだされ。これは聖バルロアイアン様の石像じゃ。昔の青の竜騎士での、数百年前に邪竜ニーズヘッグを退けたお方じゃよ。青の竜騎士知っておろ。対ドラゴン族の先鋭である竜騎士の中で筆頭の者にのみ与えられる称号じゃ。もっとも、そのように尊敬を集めるお方の石像が損壊してしまったことは由々しき事態。じゃが、これはドラゴン族との戦いで受けた傷、いわば名誉の負傷ということになるがの。どうじゃ、イシュガルドの歴史は素晴らしいと思わんか。興味を持ったのなら、聖レマノー大聖堂のウトルゲルラン様の話を聞き理解を深めるといいじゃろうて。聖堂行かなきゃダメか。一回ちょっとごめん、聖堂の話を一回置いといて、ここの話を聞いていこうか。なんかクエスト出てる。したか、したか、忘れられた騎士邸。じゃあ宿主の 宿の主のジブリオンさんに話を。レベル50クエスト、用に酔えない男。忘れられた騎士邸のジブリオンは常連客にお酒をおごりたいようだ。受注。お前さん、ちょっと頼まれてくれるか。階段下で飲んでいる男にこのホットワインを届けてやっちゃくれないか。うちの常連客なんだが、最近仕事を失っちまってな。昇進のやっこさんに一杯おごってやりたいのさ。
ジュリアンさんいいやつやな。ん？彼じゃない。階段下？あ、さらに下。さらに下？階段下。あ、呼ぶに呼べない彼。なんだって、なんだってこんなことに。無情すぎるぜ、こんなの。ホットワインどうぞ。まあ、元気出せよ。ジュブリオの旦那からだって？こいつありがてえ。何もかも忘れたい気分なんだ。つい先日まで俺はある貴族に仕える騎兵だったんだ。だがその家の夫人が異端告発されて全て変わっちまった。結局旦那の爵位まで剥奪されて俺も解雇ってわけよ。これを飲んで全部忘れちまいたい。いや、やっぱりやめとこう。いくら飲んでも今は酔えやしね。このホットワインを代わりに俺の元主、元貴族の旦那様に選別として届けてくれないか。まだイシュガルドランディングにいるはずだ。旦那様は何も知らなかったんだ。あまりに不憫すぎる。せめて今までお世話になった礼をしたいが、顔を見たら涙が止まらなくなっちまう。頼むよ。あ、でもいい主さんだったんだね。なんかここ出たとこかな。もう一個、ああ、ブリクトさん。いや、レベル50クエスト、命のぬくもり。雲霧街のブリクトは焚き木を探しているようだ。ジュジュ、冒険者よ、手を貸してほしい。見ての通り傷ついた者たちが多くての、何とかしてやりたいが手が足りん。皆ドラゴン族の襲撃でやられてしまったのだが、あまりの寒さに怪我の回復を待たず亡くなってしまう。神殿騎士団本部のヴァンカネ殿に窮状を訴えて、火を焚くための焚き木をもらってきてくれぬか。よろしく頼む。うん、一回戻る形かな。まだね、ちょっとあの町の構造が分かってないんだけど。違うな。とりあえずここ入れるのかな。あ、入れる。神殿騎士団本部、あ、焚き木をここでもらう。さあ、バンカネさん、ん、一体何の用だ。焚き木ください、みんな死んでしまいます。なるほど、状況は分かった。しかし焚き木とて貴重な物資である、簡単に譲れるものではないのだ。ただ、幸か不幸か、前回のドラゴン族の襲撃により、破壊された建物があったため、廃材が出ている。わずかではあるが、焚き木として使うといいだろう。あ、くれた。あとは、焚き木の報告かな？行ってきたよって。さっき言ってた、あの、大聖堂どこだったかな？じゃあとりあえず焚き木持っていきま、あれ、あ、こっちだ。来ました。はい、持ってきたよ。なんとこれほどの数の焚き木を。ありがたい。凍えている住民に渡してやってくれんか。これで救われる者も多くいるはずだ。うわ、めっちゃ凍えてる人がいる。危ない、まっすぐ行きそうだった。
今下にも見えたね。はい、手足がかじかむ貧民さん、大丈夫かい？寒い、もう手も動かなく寒い、もう手も動かなくなっちゃう。滝、どうぞ。これで暖を取れる。ありがとう、ありがとう。よかったね。そしてこの下にいらっしゃったね、さっきちらっとね、あのクエストマーク見えた。さあその2、貧民さん。くそ、せめて最後ぐらい。諦めるな、焚き木じゃ。まさか夢か？願ったら焚き木が届くなんて。ありがとう、恩人よ。みんなお礼を言ってくれる、ちゃんと。そして凍えた様子の貧民さん、大丈夫かい？寒いし、もういいよね。諦めるな。私に生きろというのね。わかったわ。本当にありがとう。子供かな、まだ。かわいそうだね、それじゃ。ね。そして、これってさ。あ、すごい親切。上だよって言ってくれてる。あの上矢印マークは、上空だよってことが言いたいんだね。なるほどね。あ、で、下の階だった場合は、なんか下だよみたいな、下矢印みたいなマークが出るんだね。なるへそ？こっちだ。オゾリーさん。いや。寒いよ、寒いよ。この子も子供かな？ちっちゃいもんね。焚き木？ありがとう。でも、私だけが暖を取るわけにはいかないよ。そうだ。その焚き木を全部ちょうだい。私が凍えた仲間に配るから。この辺りは、私の方が詳しいからね。本当にありがとう。じゃあ、私、行くね。あ、うん、頑張って。君は凍えてるのにそんな、今そんな元気があるのかい？大丈夫かい？じゃああとは報告でいいかな。さっきの、ん？あ、ブリクトさん。奪ってきたよ。協力してくれてありがとう。本当に助かったぞ。さて残りの焚き火は大切に使うとしよう。全部あげちゃったけど。何？みんなに配るから少女に渡したと。ん？それはここらで有名な盗人なのだ。後で見つけて回収せねば。手荒な真似がしたいわけではないから安心してほしい。ただ助け合わねばここでは生きてゆけぬだけなのだ。貧しさが盗みなどをさせてしまっているのだろうが、理解ができる分困ったものだ。うん、コンプリート。そっか、しょうがないね。でもまあ滝ぐらいって思っちゃうけどね。そんなに貧しい子だったらかな。なんかでも食べ物を手に入れるにもいっぱいいっぱいの人がさ、焚き木とかあんまり気にしてらんないよね。焚き木と食べ物だったら食べ物を取るよね、多分。あとは、こっちか。あ、ここが聖殿、魔能大聖殿。学校の前ですね。学校の中とかも見てみたいね。これ報告ぐらいで終わりかな。こう初めて入るよね。わっ、待って、すごいおしゃれ。あ、教会だ、すごい。
わあ、教会だ。とやってる場合じゃない。大聖堂内はお静かにお願いします。はい。すげえ。いいね、聖堂って。教会とかあんまり入ったことないからね、なんかありがたい感じだね。じゃあウトルゲルダンさん、おじいちゃんの話の続きですね。なるほど、イシュガルドの歴史について聞いてきたと。外から来た方には珍しいのかもしれませんね。コートでは聖人信仰が盛んなのです。この聖堂もイシュガルド聖教の初代教皇陛下であらせられる聖人レマノー様の名を冠しております。これらはイシュガルドの民が心を一つにしてドラゴン族と戦い続けてきた証なのです。外の冒険者の方に全てを理解してほしいとは申しません。ただイシュガルドに生きる人々が継いできた天命を邪険にすることだけはしてはいけませんよ。ほう。いろいろある。初めてもらうこの精密薬とやら。こっち学校？あ、行けない。あ、行ける？行けなかった。この先は聖アンダリム神学院の学院長室です。学院長と面会予定のない方の入室はお断りしております。はい、なるほど。じゃあ今回はここまでかな。じゃあ次回はこの続きからですね。ではイシュガルド編第3回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。次回は多分四大名家のお手紙を配るところからですかね。あそこからやっていきたいと思います。では失礼します。